メガネか、メガネだから。メガネのサイン。あ、メガネいいじゃん。メガネのサイン。メガネの2個に。めっちゃいい。かわいい。消すだけでよくね。ペガサスは羽で可愛いし、サインちょっと可愛さもあった方がいい気がする。でもなんかコンタクトにしちゃった時ってメガネなんかあってなりません？何言うとんねんお前は。そんな別にいいだろ。結局あの顔出してるわけじゃないしな、 PS なんて。どうしようかな俺。今顔出しようか悩んでるんですよね。メガネつけてマスクつけたら息するとめっちゃメガネ曇るんですよ。プレイに支障出るなと思って。タモさん的にどう思います？いいと思いますでしょ？いや、全然いいと思うよ。支障ないしな、言うて俺も俺ですら全然声かけられんから。そうだ、出しちゃえばいいんだよ。その代わりそれを機にまあプシッとやっぱり独り立ちの準備をな、家からなした方がいいんじゃないでしょうか。かっけえなそれ、そんな男かっけえわ。ペガサスも一緒に住んでくれるって。ペガサス家事やってくれ。ペガサス、あ、なんなら行きます。ペガサスはなんかな、はい、いいお父さんになるっていうよりいいお母さんになりそうなんだよ。いや、なんかそんな顔してる。お前が産むってことだよ。そうだよ、産めよ。産めっていうこと。そういうこと。来た、いた、うまい。あ、うまい。ハンドガンのくせに。ヌメモンさ、メイドやってたけどサインとかあったの？ありましたよ。あったんだ。え、ヌメモンなんだっけ、メイド時代のなんか名前ってなんだっけ。タンクだっけ。あーちゃんか。おー、あー、それはでも非公開だよね。ただこれ動画じゃ言わない。でもヌメモンのサイン可愛かったでしょ。あ、そうなんだ。どんな感じ。かけます。うわ、自分で言う感じ、なんかそ出てるな、なんか、うん、自分で言う感じ。私可愛いでしょって言ってる感じ。あー、出るわ。そう、やがましいわ。出てるわ。俳句ください。死にそう。ちょっと待って。死にそうです。俳句ないです。なら、お見舞いしてやる、こいつ女。マジかよ。めっちゃローにした、めっちゃローにした。オッケーオッケーオッケー、危な。ナイス、おかしい。ダマさん、俺のこと。どこだどこだ。うわぁ、俺が平成のボブマーリー。 MI だ。思い出しました。お前とバトルはお蔵入り、ハイエース目指し6ライン、稼いだお金は億単位、俺が平成のボブマーリー。ヤマン、ヤマンゲリタイム。ゲゲオシライントにマダファッカーで、ジャマイカ歴戦ラスタから。バゲロ MI 普通だな。センスある。俺あの3バース目が一番好きっすね。ちゃんと見てんなお前。全部歌いますよ。じゃあよろしくお願いします。あ、じゃあやろうか。やろうか。はい。日本にレゲエを運んだ泣きタクシー、ゲットに出たのはパパユージ。ジャンジャンバリバリブギーマン、誰もが歌えるなんじゃまん。早口ならばジェレーク、愛した相手の名前をヘホン、中二で食らったポロメイデ、レゲエが好きならティーサイン。はい、これ2バース目。お前すごいな。3バース目、はい。だが中途半端な現状が踏み込んでしまったヤバめな戦場、頭がいかれてすでに異常を叩き直してやろう。お前の根性。ヤマン、お前さ、それだけさ、ナイカバカさん強えよ。俺の負けだ、ナッパナイカさん。お前そこまで覚えてんのかよ。ラップの途中で負け認めちゃうやつね。もう最後やつ、もう M1 回戦目の仕組みしか準備してないから。ヒュースがいねえわ。え、俺ずっと無限ロードなんですけど。M1 歌ってたらずっと無限ロードなんだけど。あはは、何これ。いや、一回してみたら。ヌメモンなんて、何これ、ウキャン。ヌメモンのサイン。あ、でもこれ、かわいい。てか、なんで日にち、日にち書くとかっこよくないですか。全然。だから、その日、その全然。思い出、思い出。全然。あー、そういうこと、ね、全然やね、ごめんけど。じゃあ、お前は特別感出すため、お前キスマーク作ろう。あ、俺がじゃあ、え、俺はその、じゃあ書いて、例えばスマホに書いてくださいって言われたら、そこにあの女性用の口紅買ってうんわってやるんすか。お、いいじゃん。え、バカキメじゃん、絶対嫌だわ。俺がやりたくねえわ。え、じゃあ逆にだってねえ、そこまで求めてないよファンは。仮に求めたとしても俺が嫌だ。中、うん、いや、いいかもしれないよ。じゃあ、お耳に。でもさ、わかんないよ。でもファンの中にはショタコンがいて、ハグだけでもいいですかみたいな、いるかもしれない。あ、いるかもしれない。え、でも普通にあれじゃないですか、スマホとかは最悪便所行ったりするときも持ったりするじゃないですか。うん、背ってもうめっちゃ汚いじゃないですか、いろんなの触るから。まあ、それに口をつけるっていうのがもう不快。いや、 TS ありだと思うけどな。椅子生き方が中途半端な気持ちやろ。お前の根性を。お前他に行かせよ。よくよくしてないですよ。記憶力いいな、なんかそういうの活かせよ、お前。記憶力とか歌の歌詞を覚えるのが早いってだけで、別にただその何の才能でもないですよ。いや、でも普通そんな覚えられるかな。
そんな褒めちゃってもう褒めても何も出ないよっつってな。そこしか褒めることねえんだよ。もういや。そこしかだって。いやでもお前らは、お前らならいけるCRカップ。なんか行ってインタビューされるのがちょっと嫌な感はある。いやお前らはちょっとプロとかよりも知名度があったりするからタレント性というかそういうところね。見せてほしいよね。タレント性すごいもんな俺とかって特に本当に。じゃなんかコスプレしていくか。タレント絶対嫌。コスプレしていく。ペガサスあれじゃない。僧侶とかのね、あのお坊さんのコスプレして。じゃあ手に地図とか持ってけばいいっすか。あーいいねいいね。結構俺めっちゃ面白いの考えたんですけど、何も言えねえってあれ水泳選手の ネタっすよね。あれあー北島康介だね。そうそうそう、その水泳のあの帽子とあの水泳のゴーグル持って行って、うん、あの買ってインタビューの前につけて、うん、やるの。何も言えねえ。何やなさ、え、ぐんちーおー来た。お前大丈夫かおい。ジュクに挨拶。ジュクに挨拶。何ジュクに挨拶挨拶って何、もう辞めるからってこと。そうです。あ、そういうことか。なんか言われた？何も言われなかったっす。結局 PC どうなったの？高木。次学校行かないと没収されます。学校行ったら返されます。あ、じゃあ明日学校行けばいいってこと？はい。じゃあちょっと今日はちょっとおじさんにちょっとあの超お願いして CR カップ予選やってもらうか。ちょガチお願いします。CR カップ予選超お願いします。マジで。今もうやってるよ。でも全員かぶってるらしいから。あー被ってもうなんか結構最近やっぱ被ってるよな。あ、普通に勝った人が増えれば被るのも当たり前のこと。まあまあまあそっか、知らないっすよ。まあそうだよな、そうだよな。ウリ君の動画を見ても喋りながら、あーなんか立ち回りのこと言ってたね。立ち回りって動画でわかるみたいな、あー言ってたんですけど、マーフィンがいや見なきゃわからないでしょみたいなこと言って、うん、見なきゃわからないし、マーフィンだなみたいな。全く見たことなかったんでちょっと始めようかなって。え、ルリゴンの動画見たことないの？え、全然ないっす。いや、なんか、うん、ちょこっと見るんですけど、毎回なんか10秒スキップみたいなのあるじゃないですか、うん、あれをめっちゃ使いまくって、うん、2分ぐらいしか見たことない。いや、ダメじゃん。キレしてるシーンしか見てないやん、お前。はい。なんか俺も高木に近いものがあるかも。俺も結構そういう人いると思うな。やっぱプロゲーマーとかキルしてるシーンだけ見るっていう人は結構多いと思う。終盤しか見ねえ。なんかルリ君ソロ絶対勝つ方法みたいな動画あげたんですよ。広告の量やばいっすよ。多分すごい入ってますよね。え、そうでもないよ。だって絶対表示されるわけじゃないの。一番は最初から最後までちゃんと動画を見てるでしょ、はい、視聴者維持率っていうのが一番大事。俺ヌメモンのこの間の動画はちゃんと全部見たの。自分見た、ヌメモンの動画。え、あ、見た。俺も見たわ。よく考えお前棒読みすぎだろ。昨日の配信で言い訳したんですけど、ラフな感じで話しながら台本とか作んないでやろうと思ったんですけど、彼氏に俺は台本作った方がいいよって言われて。それ彼氏の声はね。あ、じゃあ分かった、台本作ねってやったのがあれです。でもなんか途中でなんか俺をバカにしたかのようになんか俺がしたの。あれはみんなが分かる曲がいいなって思った時に出てきたのがあれだ。え、リスペクトじゃないの？あれは。リスペクトって言ったらなんかヌメモンがさ、なんか最近 あざとくなったくない？許して許してってか、なんかめっちゃなんか女パワー使ってきてない？ヌメモンは女だよ。マジでクジャクうめえ。クジャク？じゃあ食べれるん？知らないよ。そういうコントなプレイヤーがいるんよ。うん、CR クジャクっているの。え、知らないの？知らないです。なんか興味あるね。海興味津々知らねえから弱いんだって。いや、この前でも小耳からコツ来てさ、私はね、そういう界隈のことよく知らないからこれからもっと勉強しますみたいな。なんかこの前その話を私がしたんですよ。で、なんか結構なんか心に来たらしくて、お耳がそういうことをもっと、そう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 、CRカップって何って言ったんですよ、LINE で。えぇ、ー、で、ちょっとそういうこと言うかもだけど、マジでプレイじゃなくてこっちから覚えろみたいな。そして、ピータロも結構知ってる方なんで、話を始めて、その前知ってた。え、ピータロとまだ仲いいんだ。ピータロにこの間そのルリ君っていう方を教えてもらいました。もうさ、そこらへんもう自分で界隈のことは楽しんで見れなきゃやっぱり入ってこないから、ペガサスとかね、TS がね、あの CR カップ、あ、その今予選勝ってるんです。結構すごいことだからね。言うて高木まだ勝ってないけど、高木も結構普通に上手い方だからね。でもお耳壁立てれるようになりました。結構上手いと思います。ナイス。でも壁立てれるようになったら上達してるかもしんない。聞くことを覚えて、引くこと覚えろ、カス。じゃあ、こと覚えたカスだね。引くこと覚えたカス。
やばい、やばい、俺ハイガラ飲んで生き残ってる。あーもうやられた、二人に攻められた。いやマジかよ、まさかの最後のいいものがあったな。うん、あ、おい高木、チアルカップ本戦行くでしょ、負けても勝っても。わからないです。わかんないの、なんですか。 BS ベガサスは行くから最後を考えとけっていう。マジですか、うん、あ、でも俺 TGS の時に誰がなんかサイン書いてって言って、服全体に思いっきりでかい文字で高木って書いてあった。カラオケで可愛いかもしれない。可愛い、シンプルに。確かに高木はシュールかもしれない。じゃあ俺それで行きますね。マジかよ。マジか。